朗読その11、5月1日途中から。どうやら私の疑心暗鬼が当たっており、思い過ごしでなかったことが分かりかけてきたのであるが、それでも私にはまだ腑に落ちかねることがあった。ここで一応トシコの今日の行動を順に並べてみると、午後3時、口実を設けて私を外へ出してしまう。次に小池さんを風呂へ行かせる。次に病人が自ら目を覚まして、トシコに告げたか、トシコから病人に働きかけたか、そこのところは不明であるが、彼女は私の日記帳が茶の間の洋ダンスに入れてあることを知り、それを探し出して病人の枕元へ持ってくる。病人が、この帳面は4月16日で終わっているが、17日以後の分も必ずどこかに比してあるに違いない。俺が読みたいのはその方であるから探してくれという。そこで彼女は2階の書棚を探って見つけ出す。次にそれを病室へ持参して病人に見せる。あるいは読んで聞かせる。次に2階へ持って上がって元の場所に収めてくる。小池さんが戻ってくる。病人が再び安眠を装う。5時過ぎ私が帰ってくる。とこういう風になるのであるが、これだけのことが私の外出中の 2,3 時間にこうスラスラと運ぶということはちょっと普通には考えられない。そこで思い出したのは、私はこの前の日曜4月24日にもトシコに勧められて午後に外出したのであった。とすると、トシコのこの仕事は多分あの日曜日から取り掛かっていたのではないか。すでに病人は23日の土曜の朝、私と二人きりでいる時に2匹と口走って私の日記を呼びたがっている意を明らかにした。それなら24日の午後、私がいなくなった留守にトシコと小池さんのいる前、その時も小池さんは銭湯へ行っていたかもしれないが、バーヤは確かな記憶がないという。でも同じ言葉を口走らなかったと誰が言えよう。病人は私に訴えても取り合ってくれないので、トシコに訴えた。それは最もあり得ることだと言わなければならない。私はトシコには私の日記の存在をかつて知らした覚えはない。しかし木村を通してでも、またそうでなくても何かの折々に感づいていたことであろうし、まして病人が口走ったとすれば直ちにピンときたであろう。洋ダンスと病人が茶の間の方を指さす。トシコが茶の間へ行って洋ダンスの引き出しを探してみるが、もはや日記帳はそこに置いていないことが知れる。わかった、きっと2階だわとトシコが言って2階を探す。そんな場面が私には想像される。とにかくそういうふうにして、まずこの前の日曜日に17日以後も日記をつけていることが知れる。そして今日の日曜日に日記帳が用心深く2冊に製本し直されており、1冊は2階に、1冊は階下に置かれていることがわかる。それならできないことではない。差し当たっての私の当惑は、もしこの推定が当たっているとすれば、これから以後の日記をどうしたらよいかということであった。私は一旦つけ始めた日記を、障害に出会ったからといって中絶する気にはなれなかった。そうかといってこれ以上盗み読まれることは、避けられるだけは避けた方がよい。今日から私は昼寝の時間に2階で書くことをやめにする。そして深夜、病人と小池さんの寝るのを待ってしたため、某所に隠しておくことにする。6月9日、長い間私は日記をつけることを怠っていた。9月1日、すなわち病人が第2回目の発作を起こして倒れた日の前日をもって、私の日記は終わっており、それ以後今日まで38日間というもの、私は後を書き継ぐことを中止していた。
それは病人の突然の死去によって当分の間いろいろな家事上の雑務が生じ多忙であったからでもあるが、彼の死の結果として差し当たり先を書き継ぐ興味がというか張り合いがというかなくなったからである。その張り合いがなくなったという事情は今日といえども変わっていない。だから私は今後も日記をつけることをしないかもしれない。少なくとも再び日記を始めることにするかどうかは今のところ未定であると言ってよい。まあ今年の正月1日以来121日の間毎日書き続けてきた日記があんな風にぽつりと切れてしまったままになっているので、あれに一応の結末をつけておく方が良いとは思う。日記の体裁の上から言ってもそれが必要であると思うし、亡くなった人と私との性生活の闘争についてもここらでもう一度振り返ってみてそのいきさつを追記してみるのも閉じではない。個人が書き残していった日記、分けてもこの正月以来の日記と私のそれとを司祭に読み比べてみるならば闘争の後は歴々と分かるのであるが、なお私としては個人の生前には書き記すことをあらかっていた事柄がかなりあるので、最後にそれの幾分を書き加えて過去の日記に締めくくりをつけたいのである。病人の死が突然であったことは今も書いた通りである。後に記すような事情で正確な時間はわからないのであるが、死んだのは5月2日の午前3時前後ではなかったかと思う。当時看護婦の小池さんは2階で寝ており、敏子は赤電帳に去っており、病室には私だけが付き添っていた。しかし私も午前2時ごろ病人がいつものように安らかにいびきをかいているのを見て密かに病室を抜け出して茶の間に行き、4月30日の夕刻以後5月1日にかけての出来事を書き留めつつあった。というのは私はその前々日、つまり夫の発病以後4月30日までは毎日午後の昼寝の時間を利用して2階でそっとその前日の午後からその日の午後に至る出来事を記すことにしていたのであるが、5月1日の日曜に図らずも秘密にしていた第2冊目の日記帳が病人や敏子に盗み読まれている事実を知り、当日はいつもの時間に2階で記すことをやめ、以後は深夜の時刻を選んで筆を取り日記帳の印読場所を変更することに決めたのであった。変更する場所をどこにしたらよいかについてはすぐには思い当たらなかったので、私はひとまず日記帳を以前の場所に収めておいて、その時は2階を降りた。そしてその夜、敏子や婆やが去るのを待って小池さんが寝に行く少し前に取りに上がり、それを懐に入れて降りてきた。そのすぐ後で小池さんが上がっていった。私はまだその時も適当な隠し場所を考えつかないで困っていた。今夜中に考えつけばよいのであるが、やむを得なければ茶の間の押し入れの天井板を1枚剥がしてその上に差し込むことにしようかなどと思案していた。で、5月2日の午前2時過ぎ茶の間に入って懐中していた帳面を取り出し、4月30日の夕刻以後の出来事を記していると、ふとつい全国まで聞こえていた病人のいびき声がいつからか聞こえなくなっているのに心づいた。病室と茶の間とは壁一重しか隔たっていないのであるが、私は確保に気を取られていたのでそれまで知らずにいたのである。私は今日から私は昼寝の時間に2階で書くことをやめにする。そして深夜病人と小池さんの寝るのを待ってしたため某所に隠しておくことにすると、ここまで書き終わった時に気がついて筆を止め、しばらく隣室に耳を傾けていたが、それきり声が聞こえてくる様子がないので書き差しの日記帳を卓の上に置き立って病室に行ってみた。病人は静かに仰向いて顔をまともに天井に向けて寝ているようであった。
8病の日に私が眼鏡を外してやってから、病人は一度も眼鏡をかけたことがなかった。彼の寝ている時の姿勢は大体において仰向けであったが、そのために一層あの眼鏡のない顔を見せられる場合が多かった。ようであったというのは、病室ではスタンドのシェードに布をかぶせて病人に光線が直射せぬようにしていたので、影のところに出ている病人の顔が急にははっきり見定めがたかったからである。私は椅子に腰掛けて一息つき、薄暗いところにいる病人を見据えたのであったが、何か異常に静かすぎる感じがしたので、シェードの布を上げて病人の顔に露骨な光線が当たるようにしたと、病人の目は半眼に見開かれて、斜めに寝台の裾の方の天井に注がれたまま、呆然と動かなくなっていた。死んだのだ。私はそう思ってそばへ寄り、手に触れてみると冷たくなっていた。枕元の時計は3時7分を指していた。であるから5月2日の午前2時数分後から3時7分に至る間において死去したということだけが言える。そしておそらく寝ている間にほとんど何の苦痛もなく行ったらしいことは想像できる。私は臆病な人間が恐怖をこらえて深淵の底を覗き込むように、メガネのない顔を数分の間息を凝らして見つめてから、新婚旅行の夜の記憶が途端に鮮やかによみがえった。再び急いでシェードの布をかぶせたのであった。相馬博士も児玉さんも第2回目の脳一血の発作がこの病人にこんなに早く襲ってくるであろうとは予期していなかったということを翌日言われた。昔といっても今から10年ぐらい前までは、一度脳一血にかかるとそれから2、3年、もしくは7、8年を経て2度目の発作に襲われる例が多く、大概な人はその時にためになったものであるが、近年は医術の進歩によってそうとも限らないようになった。一度かかってもそれきりかからない人もあり、二度かかってもまた再起する人もあり、三度も四度もかかりながらなお天寿を保っている人もしばしば見受けるようになった。お宅のご主人は学者の方に似合わず、節制に関しては無頓着なところがあり、ややともすると医師の忠告をお持ちにならない風があったので、再発の恐れが全くないとは言えなかったけれども、こんなに早くそれが来るとは思わなかった。まだ60歳には達しておられないことであるし、ここで一旦徐々ながらも健康を回復され、今後数年うまくいければ十数年は活動を続けになるであろうと考えていたのに、かような結果になったのは意外であると博士も児玉さんもそう言ってくれた。博士や児玉さんが本当にそう思っておられたかどうかはもちろん推測の限りではない。人の命数はいかなる名医にも予断できないものであるから、二人がそう思っておられたとしても不思議はないが、正直に言って私は大体予期していたことが予期した時に起こったと思い、あまり意外な感は抱かなかったのであった。予期したことが予期した通りに起こらないこともあり得るし、むしろその方が普通であるが、私と夫の場合には私の予測が的確に当たったのである。そのことは娘の敏子にしても同様に感じているだろうと思う。そこでもう一遍夫の日記と私の日記とを読み返し、照らし合わせながら、夫と私とがこういうふうな発展の後にこういうふうな英別を遂げるに至ったことの次第を今こそ明け透けに後付けてみたいのである。もっとも夫はすでに何十年も前、私と結婚する以前から日記をつけていたそうであるから、彼と私との関係を根本的に極めるためにはそういう古い日記から読み直すのが順序であるかもしれないが、私のような者がそんな大仕事に手をつける資格はない。
2階の書斎のはしごをかけなければ届かない高いところにある戸棚には夫の日記帳が何十冊となく埃にまみれて積み重ねてあるのを知っているけれども、私はそんな膨大な記録に目を通すほどの根拠はない。個人は彼自身も言っている通り、去年までは私との警防生活のことは努めて日記につけないようにしていた。彼がそのことを遠慮なく記すようになったのは、というよりはほとんどそのことばかりを記す目的を持って日記を書くようになったのは今年の正月以来のことで、同時に私もこの正月からそれに対抗してつけ始めたのであるから、まずそれ以後の彼と私とが代わるがある語るところも対比してみ、その間に漏れているところを補ってゆけば、二人がどんな風にして愛し合い、溺れ合い、欺き合い、陥れ合い、そしてついに一方が一方に滅ぼされるに至ったかの経緯がほぼ明らかになるはずで、それ以前の日記にまで遡る用はないように思う。夫は本年1月1日の記において私のことを生まれつき陰性で秘密を好む癖があるといい、知っていることでも知らない風を装い、心にあることを容易に口に出さない性質の女であると言っているが、これは確かにその通りであることを否定しない。概括的に言えば、私よりも彼の方が何層倍か人間が正直にできており、したがってその記すところにも虚偽が少ないことは認めざるを得ないけれども、そう言っても彼の言葉にも全く嘘がないというわけでもない。例えば、妻はこの日記帳が書斎のどこの引き出しに入っているかを知っているに違いないけれども、まさか夫の日記帳を盗み読むようなことはしそうもないと言ったり、しかし必ずしもそうとは限らない理由もあるが、今年からはそれを恐れぬことにしたと言ったりしているが、実はその講談において告白している通り、むしろ内々読まれることを覚悟し期待していたというのが本心であったことを私は都度に見破っていた。正月4日の朝、彼が書棚の水薦の前にわざと引き出しの鍵を落としておいたのは、私に日記を読んでもらいたくてたまらなくなった証拠であるが、そんな小細工をしてくれないでも、私は党から盗み読みをしていたのであることをここで白状することにしよう。私は私の1月4日の記において、私は夫の日記帳を決して読みはしない。私は自分でここまでと決めている限界を超えて、夫の心理の中にまで入り込んで行きたくない。私は自分の心の中を人に知らせることを好まないように、人の心の奥底を根掘り葉掘りすることを好まないと言っているが、本当を言えばそれは虚言である。私は自分の心の中を人に知らせることを好まないけれども、人の心の奥底を根掘り葉掘りすることは好きなのである。私は彼と結婚したその翌日あたりから時々彼の日記帳を盗み読む習慣を持ち始めていた。私は彼がその日記帳をあの小机の引き出しに入れて鍵をかけていることも、そしてその鍵を時としては書棚のいろいろな書物の間に、時としては床の絨毯の下に隠していることも、とうの昔から知っていたのであり、決して日記帳を開けてみたりなんかしたことはないどころではない。ただ今までは、我々夫婦の性生活につながりのある問題はあまり扱われていたことがなく、私には無味乾燥な学問的な事柄が多かったところから、めったに身を入れてみたことはなかった。時折パラパラとページをめくってみる程度で、わずかに夫のものを盗み読んでいるということだけに、ある満足を覚えていたに過ぎなかったのであるが、彼がそのことを記すことを、恐れぬことにした今年の正月1日の記から、私は当然の結果として彼の記述に引きつけられた。私は早くも正月2日の午後、彼が散歩に出かけた留守中に、
彼の日記の書き方が今年から変化していることを発見した。ただし私が盗み読みをしていることを夫に秘していたのは、生来知っていることでも知らない風を装うのが好きであるためばかりではない。盗み読んではもらいたいのだが、読んでも読まない風をしていてくれるようにというのが、おそらくは夫の注文であるらしいことをも察していたからである。彼が私を幾子よ、我が愛する愛しの妻よと呼び、何よりも僕が彼女を愛していることは偽りのないことであると言っているのは真実に違いないと思う。私はその一時については寸毫も彼を疑っていないが、同時に私も当初においては彼を熱愛していたことを認めてもらいたいのである。遠い昔の新婚旅行の晩、彼が顔から金眼の眼鏡を外したのを見ると、途端にゾッと身震いがしたことも事実であり、今考えると私は自分に最も性の合わない人を選んだらしいことも、時々彼に面と向かってみて何という理由もなしに胸がムカムカしたことも事実であるに相違ないが、そうだからといって私が彼を愛していなかったということにはならない。古風な京都の旧家に生まれ、封建的な空気の中に育った私は、父母の命ずるままに漫然とこの家に嫁ぎ、夫婦とはこういうものと思わされてきたのであるから、好むと好まないとにかかわらず、彼を愛するより他に術はなかった。まして私には今日もなお時代遅れな旧道徳を重んずる一面があり、ある場合にはそれを誇りとする傾向もあったのである。私は胸がムカムカするたびに、夫に対しても亡くなった私の父母に対しても、そういう心持ちを抱く自分自身を浅ましいとも申し訳がないとも感じ、そんな心持ちが起これば起こるほど、なおさらそれに反抗して彼を愛するように努めたし、また愛し得ていた。なぜかというのに、生まれつき体質的に陰頭であった私は、どうでもこうでもそうするより他に生き方はなかったからである。当時の私が夫に対して何かの不満を持っていたとすれば、それは夫が私の旺盛な欲求に十分な満足を与えてくれないという点にあったが、それでも私は彼の体力の乏しさを咎めるよりは、自分の過度な淫欲を恥じる気持ちの方が強かった。私は彼の勢力の減退を嘆きながらも、そのために愛想を尽かすどころか一層愛情を募らせつつあった。しかるに彼は何と考えたのか、この正月からそういう私に新しい目を見開かせてくれたのである。彼が今日まで日記に記すことを躊躇していたような事柄をもあえて書き留めることにした真の動機が何であったかはよくわからない。僕は彼女と直接警棒のことを語り合う機会を与えられない不満に耐えかねて、これを書くといい、私のあまりな秘密主義、私のいわゆる身だしなみ、あの偽善的な女らしさ、あのわざとらしいお上品趣味に反感を抱き、それを打破してやりたいためにこういうことを書く気になったと言っているのは、果たしてそれだけが理由だったのであろうか。おそらくは他に重大な原因もあったことと思われるけれども、日記は不思議にもそのことについて明瞭には記すところがない。あるいは彼自身もああいう日記を書きたくなった心の経過、その寄ってきたるところを理解していなかったのかもしれない。とまれ私は自分が多くの女性の中でも極めて稀にしかない器具の所有者であることを初めて教えられたのであった。私がもし昔の島原のような妓楼に売られた女であったとしたら、必ずや世間の評判になり、無数の評価が競って周囲に集まったであろうことを私は初めて知ったのであった。ところで僕はこんなことを彼女に知らせない方が良いかもしれない。彼女鍵朗読その11、6月9日途中まで。
崎純一郎、鍵、朗読その12、6月9日途中から。私がもし昔の島原のような妓楼に売られた女であったとしたら、必ずや世間の評判になり、無数の評価が競って周囲に集まったであろうことを私は初めて知ったのであった。ところで僕はこんなことを彼女に知らせない方が良いかもしれない。彼女にそういう自覚を与えることは少なくとも僕自身のために不利かもしれない。にもかかわらず彼があえてその不利を犯す気になったのはなぜであろうか。彼は私のその長所を考えただけでも嫉妬を感じ、もしも僕以外の男性が彼女のあの長所を知ったならば、どんなことが起こるであろうか不安であると言っているが、その不安をことさら隠すところなく日記に書き記すということは、ひょっとすると私にそれを盗み読んでもらい、そうして彼を嫉妬せしめるような行動を示してもらうことを期待しているのではあるまいかというふうに私は取った。この推測が当たっていたことは、僕はその嫉妬を密かに享楽しつつあった。僕は嫉妬を感じるとあの方の衝動が起こる。だから嫉妬はある意味において必要でもあり快感でもある。1月13日とうとうとあるので明らかであるが、もうそのことは1月1日の日記の中でうすうす私には想像できたのであった。6月10日、8日に私はこう書いている。私は夫を半分は激しく嫌い、半分は激しく愛している。私は夫と本当は性が合わないと。そしてまたこうも書いている。だからといって他の人を愛する気にはなれない。私には古い低層観念がこびりついているので、それに背くことは生まれつきできない。私は夫のあの愛撫の仕方にはほとほと当惑するけれども、そう言っても彼が熱狂的に私を愛していてくれることは明らかなので、それに対して何とか私も報いるところがなければすまないと。亡くなった父母に厳しい儒教的しつけを受けた私が、仮にも夫の悪口を筆にするような心境に引き入れられたのは、20年来古い道徳観念に縛り付けられて夫に対する不満の情を無理に抑圧していたせいもあるけれども、何よりも夫を嫉妬せしめるように仕向けることが結局彼を喜ばせるゆえんであり、それが定女の道に通ずるのであることをおぼろげながら理解しかかっていたからである。しかし私はまだ夫を激しく嫌うと言い、性が合わない、性が合わないと言っているに過ぎず、すぐその後から他の人を愛する気にはなれない、夫に背くことは生まれつきできないと弱音を吐いているのである。私はすでにその自分から潜在的には木村を恋しつつあったのかもしれないが、自分ではそれを意識していなかった。自分は夫に定説を尽くさんがために、心ならずも彼の嫉妬を煽るような言葉を恐る恐る、それも大変遠回しに漏らしていただけであった。だが13日に木村に対する嫉妬を利用して妻を喜ばすことに成功した。そういうふうにして努めて僕を刺激してくれることは、彼女自身の幸福のためでもあると思ってもらいたいという子。僕は僕を気が狂うほど嫉妬させてほしい。妻は随分際どいところまで行ってよい、際どければ際どいほどよい、多少疑いを抱かせるくらいであってもよい、そのくらいまで行くことを望むという語が出てくるのを読んでから、私は嗅覚度を持って木村のことを考えるようになった。少なくとも妻は自分では若い二人を監督しているつもりかもしれないが、実際は木村を愛しているように思えてならないと、7日に夫がそんな風に書いているあたりでは、私はむしろいやらしいというように感じ、いくら夫にけしかけられてもそういう道に外れたことができるものかと反発を感じていたのであったが、際どければ際どいほど良いと言われるに及んで、私の心に急回転が起こった。
私が意識するより前に私に木村を好む様子があるのを見て、夫がけしかけたのか、けしかけられたので無から有が生じたのか、そこのところはよくわからないが、私は自分の好奇心が木村の方へ傾いたのを明瞭に意識しだしてからも、なおしばらくは夫のために心ならずもそのように努めているのであると自らを欺いていた。そう、私は今好奇心という語を使ったが、当時は夫を喜ばすために夫以外の人間にちょっとした好奇心を持ってみるのだというふうに自分に言い聞かせていた。1月28日に初めて人事不詳になった時の心理状態を言えば、木村に対する自分の気持ちが夫のためのものであるのか、自分自身のためのものであるのか、そのあたりの境界があの晩あたりから自分にもわからなくなってきたので、その苦しさをごまかそうとしていたのであった。あの晩から29日30日の朝にかけて私はずっと寝通していた。彼女の性質から押して、果たして本当に眠っていたのか寝たふりをしていたのか、その点は疑わしいと夫が書いているあの2日間、私は決して寝たふりをしていたのではないが、そうかといって完全に意識を失い続けていたとは言い難い。あの時の半睡半醒の状態は大体あの折の日記に書いた通りであるが、彼女の口から木村さんという一語が上言のように漏れたことについては多少書き添える必要があろう。あれは本当の上言だったのか、上言のごとく見せかけて故意に僕に聞かせたのであるか、どちらであるかといえばその中間ぐらいであったと言えよう。私は寝ぼけて木村と情交を行っていると夢見つつあったのであるが、途端に木村さんという上言を口走ったのを朦朧とした意識の底で感じていた。ああ、浅ましいことを口走っているなと思いながら言っていた。そしてこんな言葉を夫に聞かれて恥ずかしいと思う一方、聞かれた方が良かったという気持ちもないではなかった。しかしその次の夜、木村さんという一語が今夜も彼女の口から漏れた。彼女は今夜も同じ夢、同じ幻覚を同じ状況のもとに置いて見たのであろうかと言っている30日の夜の場合は違う。あの夜は私は明らかにある目的を持って寝たふりをし、上言のように見せかけてあの言葉を言った。はっきりした意図と計画に基づいていたとまでは言い難いが、やはり幾分は寝ぼけていたかもしれないが、寝ぼけているのを意識しながら両親を麻痺させるのにそれを利用した。僕は彼女に苦労されていると返すべきなのであろうかと夫は言っているが、あるいはそう返するのが当たっているかもしれない。あの上言には、木村さんとこんな風になったらなという気持ちと、夫があの人を私に世話してくれたらなという気持ちと、二つの願望がこもっていたに違いなく、それを分かってもらうためにあの言葉を言った。2月14日に木村は夫にポーラロイドという写真機のあることを教えた。僕にそういう機械のあることを教えたら僕が喜ぶであろうということを、どうして木村は察したのであろうか、それが不思議だと言っているが、それは私にも不思議であった。夫が私の裸体像を撮影したがっているだろうなどとは、私にしても察知してはいなかった。仮に察知していたとしても、そんなことを木村に知らせてやる隙などはなかった。あの自分、私は眉夜のように泥酔して、木村の腕に寄りかかりつつ抱き運ばれていたけれども、夫婦間の秘儀に関することはおろか、ついぞ打ち解けた談合などを彼とやり取りしたことはなかった。ありていに行って彼とは酔って運ばれるだけの関係で、夫の目をかすめて話し合う機会などあるはずはなかった。私はむしろとし子が怪しいと睨んでいた。木村にそんな暗示を与えたものがあるとすれば、とし子を置いて他にない。彼女は2月9日に関連長に別居させてほしい旨を申し出ており、静かな場所で勉強したいというのを理由に挙げているが、
静かな場所を欲するというのは、深夜両親の寝室で時々高校と電灯が灯ったり蛍光灯ランプが輝いたりするのに辟易しているという意味であろうことは推測するに固くなかった。多分彼女は蛍光灯に照らされている寝室内の光景を夜な夜な隙見していたに違いないが、ストーブがゴーゴーとうなりを立てて燃えていたので足音を忍ばせるには好都合であったはずだ。とすれば私を裸体にしてさまざまな死体に置き換えることに限りない閲楽を覚えていた夫の所作をもことごとく見て知っていたであろうことも想像できる。とすればまた彼女がそのことを木村に話したであろうことも想像できる。これらの想像が当たっていたことは後日に及んで明らかになったが、私は14日の夫の日記を読んだ時におおよそそこまでは察していた。つまり当時私が裸体にされてもてあそばれていたことは私自身より先に敏子が知り木村に報告していたはずであった。それにしても木村は何のためにそういう機会のあることを夫に教えたり私の裸体を撮影することを示唆したりしたのであろうか。このことについてはついまだ木村に聞いてみるのを忘れていたが、察するところ一つには夫にそういう知恵を授けて彼の関心を得たかったのであろうが、一つにはそうすれば他日夫の撮影した裸体写真を自分も手に入れることができるようになることを期待したからなのであろう。そしてその方が主たる目的だったのであろう。夫がやがてポーラロイドで満足できずツワイスイコンを使うようになり、それを現像する役目が木村に回ってくるようになるのを、細かい先の先まではどうか知れないが、大体そういうようなことが起こりうることを木村はおそらく見通したのであろう。2月19日に敏子の心理状態が私にはつかめないと書いているが、実はある程度はつかめていた。今述べたような具合で私は彼女が我々夫婦の警棒の情景を木村に漏らしたであろうことはほぼ推していた。彼女は木村を心密かに愛しているのであり、それゆえにないない私に敵意を抱きつつあることも分かっていた。彼女は、母は生まれつき戦弱な立ちで過度の傍受には耐えられないのに、父が無理やりに言うことを聞かせているのであると解し、その点では私の健康を気遣い父を憎んでいたのであるが、父が妙な物好きから木村と私とを接近させ、木村も私もまたそれを拒まない風があるのを見て父を憎むとともに私をも憎んだ。私はそれを随分早くから感づいていた。ただ私以上に陰険である彼女は自分の方が母より20年も若いにかかわらず、要望死体の点において自分が母に劣っていることを知っており、木村の愛がより多く母に注がれていることを知っているがゆえに、まず母を取り持っておいておもむろに策を巡らすつもりでいたことも私には読めていた。しかし二人を取り持つについて彼女と木村との間にあらかじめどれだけの連絡があったのかは未だに私によくわからない。例えば彼女が赤電町へ曲がりしたのは蛍光灯に辟易したためばかりでなく、木村の下宿が近いということも初めから考慮の中にあったことと思われるけれども、それは木村の家路だったのか、彼女が単独で思いついたことなのか、あれは敏子が勝手にお膳立てをしたので僕はスウェーデンの橋を取っただけだと木村は言っていたけれども、真相はどうなのであろうか。私はそういう点については今も木村を信用していない。敏子が私を嫉妬していたように、私も内心敏子に対してかなり激しい嫉妬を燃やしていた。にもかかわらず私は努めてそのことを人にも悟らせず日記にも書かないようにしていた。それは私の持ち前の陰険性のゆえでもあるが、それよりも自分の方が娘よりも優れているという自信を持っていたところから、その自尊心を自ら傷つけたくなかったからであった。なおもう一つ私が敏子を嫉妬する理由のあることというのは、
木村が彼女をも愛しているかもしれないという疑いのあることを夫に知らせるのを何よりも私は恐れた。夫自身ももし僕が木村であったとして、どっちに余計引きつけられるかといえば、それは年は取っているけれども母の方であることは確かであると言いながら、だが木村はどうとも言えないと言い、差し当たり母の関心を買い、母を通じて敏子を動かそうとしているかもしれないと多少疑念を挟んでいた時もあった。で、私は夫にそういう疑念を抱かせることを最も嫌った。木村は一途に私一人を愛しているもの、私のためにはいかなる犠牲をも惜しまないでいるものと夫に思わせておきたかった。そうでなければ夫の木村に対する嫉妬が木一本で強烈なものにならないからであった。6月11日夫は2月27日にやっぱり推察通りだった、妻は日記をつけていたのだと言い、数日前にうすうす気がついたと言っているけれども、実際はよほど前からはっきりと知っており、かつ内容を盗み読みしていたものと思う。私もまた自分が日記をつけていることを夫に感づかれるようなヘマはやらない。私のように心を他人に語らない者はせめて自分自身に向かって語って聞かせる必要があるなどと言っているのは真っ赤な嘘である。私は夫に私には内緒で読んでもらうことを欲していた。自分自身に向かって聞かせたかったことも事実であるが、夫にも読ませることを目的の一つとして書いた。では何のために音のしない眼皮紙を使ったりセロハンテープで封をしたりしたかといえば、用もないのにそういう秘密主義を取るのが生来の趣味であったのだというより他はない。この秘密主義は私のことをそう言って笑う夫にしても同様であった。夫も私も互いに盗み読まれることは分かっていながら、途中にいくつもの席を設け障壁を作ってできるだけ回りくどくする。そして相手が果たして標的へ到達したかどうかを曖昧にする。それが私たちの趣味であった。私が面倒な手数を厭わずセロハンテープなどを使ったのは自分だけでなく夫の趣味に迎合するためでもあった。私は4月10日になって初めて夫の健康が尋常でないことを日記に書いている。夫は彼の日記の中に彼自身の憂慮すべき状態について何事かを漏らしているであろうか。彼の日記を読まない私にはそれは想像できないけれども、実は私はもう1、2ヶ月前から彼の様子が変調をきたしていることに気がついていたと。夫自身がこのことを自白したのは3月10日の記事からであるが、実際は彼が自分で気がつくより先に私の方が知っていたのではないかと思う。私はしかしいろいろの理由から最初のうちはわざとそれに気がつかないふりをしていた。それは夫をいたずらに神経過敏にさせることを恐れたからでもあるが、それ以上に神経過敏の結果として彼が傍受を慎むようになることを一層恐れたのであった。私は夫の生命を心配しないわけではなかったが、悪ことを知らぬ性的行為の満足の方がもっと切実な問題であった。私は何とかして彼に死の恐怖を忘れさせ、木村という刺激剤を利用して嫉妬を煽り立てることに懸命になっていた。が、私のこの気持ちは4月に入ってから次第に変わった。3月中、私はたびたび自分が未だに最後の一線を固守している旨を日記に書き、夫に私の定説を信じさせるように努めたのであったが、紙一重のところまで接着していた。私と木村の最後の壁が本当に覗かれたのは、正直に言うと3月25日であった。翌26日の日記に私と木村のそらずらしい問答が記されているが、あれは夫を欺くためのこしらえ事であった。そして私の心に重大な決意ができるようになったのは、4月上旬、
4日5日6日あたりであったと思う。夫に誘導されて一歩一歩堕落の淵に沈みつつあった私であるが、まだそれまでは夫の要望も出しがたく苦痛を忍んで不倫を犯しているかのように、そうしてそれは旧式な道徳観から見ても婦人の帰還と仰がれてもよい模範的行為であるかのように自分を欺いていたのであったが、その時あたりから私は全く虚偽の仮面を投げ捨ててしまった。私はきっぱりと自分の愛が木村の上にあって夫の上にはないことを自ら認めるようになった。4月10日に体の具合が感心すべき状態にあるのは夫ばかりでなく、実は私も同様であると書いているのは深い魂胆があってのことで、ありようは私は病気でも何でもなかった。もっともとし子が10ぐらいの時に 2,3 度喀血した経験があり、肺結核の症状が2期に及んでいると言われたのは事実であるが、それでも医師の忠告を無視して不養生の限りを尽くして、幸運にも案ずるほどのこともなく自然に治癒してしまい、それ以後再発したことはなかったのであった。したがって2月のある日、この前の時と全く同じ泡を交えた先行色の血液が痰とともに出たことも、午後になると毎日のように疲労感が襲ってきて折々胸が気味悪くうずいたことも、今度は次第に悪化して救いがたいことになりそうで、どうやらただごとでないような気がしたことも、すべて根も葉もない虚構で、それは夫を一日も早く死の谷へ落とし込む誘いの手として書いたのであった。私も死をとしているのであるから、あなたもその気におなりなさいと私は夫にそう言って聞かせるのが目的であった。あれから以後の私の日記はもっぱらその目的に沿って書かれているのであるが、書くだけでなく場合によっては喀血の真似事をさえ演じてみせる用意をしていた。私は彼を以降暇なく興奮させ、その血圧を絶えず上昇させることに手段を尽くした。第1回の発作以後も私は少しも手を緩めずに彼を嫉妬させるべく小細工を浪し続けた。彼の肉体的破滅がそう遠くない時期に迫っているらしいことは木村がよほど以前からそれとなく予言していたが、私もそしておそらくはとし子もそういうことに勘の鋭い木村の直覚を生地な医師の判断よりも当てにしていた。それにしても私の体質に咽頭の血が流れていたことは否み得ないとして、夫の死をさえ企むような心が潜んでいるとはどうしたわけであろう。一体そんな心がいつどんな隙に食い込んだのであろう。亡くなった夫のようなひねくれた変質的な邪悪な精神で執拗にじりじりとねじ曲げられたら、どんな素直な心でもしまいには曲がってくるのであろうか。そうではなくて私の場合は昔かたぎな封建的な女と見えたのは、環境や父母のしつけのせいで本来は恐ろしい心の持ち主だったのであろうか。このことはもっとよく考えてみなければどちらとも言えない。と同時に終局においてやはり私は亡くなった夫に忠実を尽くしたことになるのである。夫は彼の希望通りの幸福な生活を送ったのであると言えるような気がしないでもない。とし子のことや木村のことも今のところ疑問の点がたくさんある。私が木村と会合の場所に使った大阪の宿はどこかないでしょうかと木村さんが言うから、とし子がお友達のあるアプレの人に聞いて教えてやったのだと言うけれども、本当にそれだけが真実であろうか。とし子もあの宿を誰かと使ったことがあり、今も使っているのではないであろうか。木村の計画では今後適当な時期を見て彼がとし子と結婚した形式をとって、私と3人でこの家に住む。とし子は世間体を作ろうために甘んじて母のために犠牲になるということになっているのであるが、谷崎潤一郎、鍵、全文読み切り。